突入し、そして無法な中国と台湾のその協定を阻止しようと体を張って立ち上がったわけであります。彼らは台湾に対する愛国者であり、そういった民主運動の先頭に立つ台湾の青年たちと日本の国は連帯しましょう。台湾の民主運動を応援しましょう。どうか多くの皆さんにこの戦いに参加していただき、台湾の青年たちの熱く、そして国を思う台湾を思う、それぞれ台湾を祖国に台湾で守りようとする、そういった青年たちに連帯の挨拶、そして連帯の戦いもこの東京の地で行っていきましょう。団体日本全国交流委員会台湾研究所さんのすみません、ちょっとブラックカード見せていただいていいですか。あ、はい、ありがとうございます。これはトエイホイフーマオですよね。あ、そうですホエイホイフーマオ、僕デイリージなんで、はい、ありがとうございます。パンチやってますか。分かんないです。ホエイホイフーマオ覚えた。はい、どうもありがとうございます。私たちの反対ではない。
戦いは三木マイワンの戦いである。アジア全体の戦いである。日本の国民との連帯の戦いである。このことを改めて台湾の会社の前でやっていきたいと考えるようになります。台湾が中国の領土になったら2300万人の台湾人だけでなく我々日本国民もこの安全を脅かされ、日本の国家主権も大きく脅かされることになります。一体バイク政権はどれだけ台湾人民及び日本国民に対して迷惑をかければ気が済むのか。外国政党というものは国際社会に迷惑をかけるものです。そのような考えで私たち日本人は日本人ではあるけれども、台湾の売却政権の売国的な台湾を中国に売り飛ばそうとするようなこういった行為、そしてそれに伴う自国の民主に対する弾圧行為、断じて許すわけにはまいりません。台湾は国際社会に孤立していると言われています。なぜでしょうか。中国が孤立をさせている。今回中国を背景にした馬英九政権の学生たちへの弾圧、彼らもまた孤立を余儀なくされることでしょう。ですから私たち日本人は台湾の勇気ある学生や民衆たちに伝えたい。日本人はあなたたちを見捨てない。日本人は台湾の勇気ある若者たちを応援する。そして馬英九政権のとはどういうものかを日本国内および国際世界に訴えたいと思います。台湾の人々は孤独ではない。我々日本人は台湾人民の側にある。我々は台湾の民衆の応援するぞ。応援するぞ。台湾人を応援するぞ。応援するぞ。台湾人を応援するぞ。応援するぞ。国民党政権は台湾人弾圧をやめろ。やめろ。台湾人弾圧をやめろ。やめろ。国際世界は馬英九政権の台湾人弾圧を許さないぞ。許さないぞ。どうもありがとうございました。台湾研究フォーラム会長の永井秀樹さんでした。皆さんはこういう活動を絶対に無駄にならないように、私たちは今日ニューヨーク通してホットニュースとして全世界広めようと思っております。皆さん頑張ってください。私も台湾の出身なんですが、ですから北京語で愛台湾、愛台湾就是愛国、就是愛国、爱民族，爱民族，就是爱台湾，就是爱台湾，加油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 ，頑張ってください。頑張ります。はい、新東京テレビの社長皆さんでした。皆さんありがとうございました。加油台湾。誠に我々はそういう思いで。この代表者の前で今、抗議活動を続けております。台湾独立連盟の王委員長いらっしゃいますか。どうもどうも、おいでいただきました。台湾独立建国独立連盟の、王委員長です。どうもありがとうございます。こんにちは。私たちは台湾当局と1960年からずっと戦い続けてきました。台湾青年社を創立し、その後現在の台湾独立建国連盟に発展したものです。私はその日本本部の委員長王明理と申します。台湾の青年たちにメッセージを送りたいと思います。現代の台湾青年へ、元台湾青年より。私たちは1960年から台湾統治当局と戦い続けてきました。それは台湾人の自由のため、平和に暮らせる将来のためでした。
今まさに台湾の将来のために戦っているあなたたちを私たちは心から応援しています。諦めないでください。力を出してください。私たちもまだ戦い続けています。228事件の時、当局は中国からの大軍隊の到着を待つ間、妥協すると見せかけて台湾人を騙し討ちにしました。あの時の教訓を忘れないでください。賢くたくましいあなたたちの姿こそ私たちの願っていた台湾の将来です。チャーリョー台湾、頑張ってください。チャーリョー台湾、チャーリョー台湾、チャーリョー台湾、チャーリョー台湾。ありがとうございました。王さん、ありがとうございました。台湾独立連盟の、委員長、王委員長でございました。学生らは民主主義の擁護を訴える理性、そして勇気ある人々であり、断じて暴徒にはあらず、我々は極の政府に対して自らの反民主的な振る舞いを深く反省し、今後不当な人権住民に住民を停止するよう要求する。また学生民衆が問題視するサービス貿易協定は中国の台湾併合に道を開くものであり、我が国を含むアジア全体の平和と安全を大きく脅かすものである。これは私たち日本人の問題でもある。我々はこうした帰国政府の後先を考える対中政策に対しても強い懸念を表明するものである。平成26年3月26日、頑張る日本全国行動委員会会長玉上俊夫、幹事長水島悟、事務局長で勝子、台湾研究フォーラム会長永山秀樹、ということであります。では、日本語で読みます。人権危機無国籍、要求贵国政府与国会民主化太阳花学运在世界注目的现在，针对3月23日晚至24日凌晨，贵国的警察对学生与民众加以不合理的暴力行为，也激怒了我们遵从民主主义的日本国民。这群学生是以理性的态度来拥护民主主义的勇者，绝不是暴民。我们在此要求贵国政府应反省自身的反民主的举动，今后停止以不正当的手段来践踏人权。因为学生与民众所在意的胡茂喜将为中国开启一条并吞台湾的大陆，也威胁到日本以及亚洲全体的和平与安全，因此这对日本来说也是很大的问题。对于贵国政府如此毫无考量的对中政策，我们同时在此表示担忧。はい、ということで、代表者の方、受け取っていただきました。どうもご視聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。ということで、今日のご協力とあるいは本日の台湾の代表者の皆さんに、受け取っていただきました。ぜひこれを読んでいただいて、その信号にそれを連絡していただければと思います。ありがとうございました。はい、皆さんご苦労様です。皆さんの感謝の姿、礼儀正しいこういった抗議活動、最初は、出てくることを、拒んでいた代表者の方でございましたが、こちら側のきちんとした、要請要求によって皆さんの声が、代表所の、職員の皆さん、あるいは、
責任者に届いたと思います。本当に今日はありがとうございます。4時からもう1時間以上経っております。寒い中本当に皆さんありがとうございます。この声を台湾の代表者を通し、あるいは皆さん一人一人がインターネットやフェイスブック、あるいはツイッター、さまざまな形のチャンネルを通して世界中に訴えていきましょう。そして台湾の独立と自由と平和を必ずあの青年たちと共に守り抜いていく。どんなことがあってもこれは守り抜く。我々も今台湾と日本の運命は共同体である。台湾の自由が失われるとき、日本の自由が失われる。日本の自由が失われるとき、台湾の自由も失われる。私たちは文字通り共にアジア、東アジアに生きる海の民であります。共に戦いましょう。滞りに戦いに多くの日本人が、そして台湾人が立ち上がり、本当に自由で平和な東アジアを作っていかなければなりません。ぜひこの今国会を選挙して、立法院選挙して、そしてこのバカなサービス貿易協定をきちんと撤回しようと、台湾人のための台湾の政策をやれと、このように本当に体を張って一生懸命に頑張っていらっしゃる台湾の国民である、台湾の宝である学生さんたちを本当に一人も傷つけることがあってはならない。このように日本から多くの人間、そして国会や都議会に送られた人間もこのように確信をしているんだ。これをぜひ本国に打電をしていただきたい。このようにお願いを申し上げます。バレキュー宣言は民主主義の弾圧をやめろやめろ。バレキュー宣言は台湾人の人権侵